こんにちは。道内はこの後天気は下り坂です。日本海から雨雲が近づいていて、この後は道南、そして道北から雨が降り出す予想です。明日にかけて大雨になるところもありそうです。では明日朝にかけて予想される雨の量です。檜山地方で120ミリ、道央や道北の山沿いを中心に100ミリの予想です。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水にご注意ください。またあさって朝にかけてさらに道北を中心に100ミリ以上の大雨となりそうです。では今の江差市の様子です。こちらも低い雲が広がっていて、先ほどから雨が降り出しました。時間ごとの天気、道央と道南です。雨の降り出しは札幌や道など道央は午後3時頃からとなるでしょう。また夕方以降は雷を伴って雨足が強まりそうです。停電に備えてスマホは充電しておくと良さそうです。道北とオホーツク海側です。雨のピークは今夜遅くと明日午後になりそうです。道路が冠水するような激しい雨の降り方となるでしょう。太平洋側です。特に西部を中心に日付が変わる頃から雷を伴って雨が強まりそうです。風も強く横殴りの雨になるところもありそうです。では週間予報です。明日は留萌や上川地方が大雨の中心になりそうです。また非常に蒸し暑く、札幌は最高気温31度の予想。土日は山間部を中心ににわか雨がありそうです。太平洋側です。あさって土曜日は帯広で34度、十勝地方で猛暑日になるところがあるでしょう。